菊岡占領、諸国里人団より、白縫い、鳥山赤縁、金尺がと俗百鬼より、白縫い白縫いは、九州に伝わる海花の一種、旧暦七月の晦日の風の弱い新月の夜などに、八代海や有明海に現れるという。なお、現在も見え、大気光学現象の一つとされている。海岸から数キロメートルの沖に、はじめは一つか二つ。 親やと呼ばれる火が出現する。それが左右に分かれて数を増やしていき、最終的には数百から数千もの火が横並びに並ぶ。その距離は4から8キロメートルにも及ぶという。また、引き潮が最大となる午前3時から前後2時間ほどが最も知らぬいの見える時間帯とされる。水面近くからは見えず、海面から10メートルほどの高さの場所から確認できるという。 また、白縫いに、決して近づくことはできず、近づくと、火が遠ざかっていく。かつては、竜神の塔下と言われ、付近の漁村では、白縫いの見える日に漁に出ることを禁じていた。日本初期、非全国風土器、非五国風土器などよると、敬光天皇が熊葬を、征伐して、九州を回られた時、ある海岸から船に乗って、海に出られた。そのうち真っ暗い闇が迫ってきて、 どこへ着いてよいかわからなくなってしまった。すると、突然遥か前方に赤々と火の光が現れてきた。天皇は火事をとっている船導に向かって、あの日に向かって進め。とおっしゃった。言われるままに船を進めると、やがて無事に海岸に着くことができた。天皇は、村の土地の者に向かって、あの日の燃えるところは、何というところだ。そして、一体、あの日は、何の日だ。はい。 あれは、火の国の八代軍の火の村でございます。しかし、誰がつけて燃やしているのか、わからない火でございます。そこで、天皇は、あれはおそらく人の燃やしている火ではあるまい。知らぬ火、知らぬいという呼び名は、ここから起こっている。大正時代に入ると、江戸時代以前まで妖怪と言われていた知らぬいを、科学的に解明しようという動きが始まり、新気楼の一種であることが解明された。 さらに、昭和時代に唱えられた説によれば、白らいの時期には一年のうちで海水の温度が最も上昇すること、干潮で水位が6メートルも下降して、干潟ができることや急激な放射冷却、八代海や有明海の地形といった条件が重なり、これに、干潟の魚を取りに出港した船の明かりが屈折して生じると詳しく解説された。この説は現代でも有力視されている。 宮西道家は、熊本高等工業から、広島高校の教授であり、専門的な研究をした。彼によると、知らぬいの光原はイサリビであり、旧暦八作の未明に、広大なる日形が現れ、冷風と日形の温風が渦巻きを作り、異常屈折現象を起こし、そのためイサリビは、燃える火のようになり、それが、明滅利口して、イサリビが、目の錯覚も手伝い、開花に見えるという。 また山下ふとりは、知らぬいは、気温の異なる大小の空気界の複雑な分布の中を通り抜けてくる光が、屈折を繰り返し生ずる、光学的現象である。そして、その光源は、民家等の明かりや、イサリビなどである。条件が揃えば、他の場所、他の日、現在では、日型が埋め立てられた上、伝統の明かりで、夜の闇が照らされるようになり、 さらに海水が汚染されたことで、知らぬよを見ることは難しくなっている。ありがとうございます。